アンドリュー・アレンはアメリカ合衆国の宇宙飛行士、海兵隊航空団の中佐である。1987年にアメリカ航空宇宙局に加わる前はテストパイロットを務めていた。1997年に引退する前に3度の宇宙飛行を行った。1955年8月4日にペンシルベニア州リッチボロで生まれ、リッチボロ中学校を卒業後、 1973年にアーチービショップウッドカトリック高校を卒業した。2003年学校新聞ザバイキングボイスからアレン自身と NASA の歴史や当時起こったコロンビア語空中分解事故を受けた NASA の将来についてインタビューを受けた。その後、1977年にビラノバ大学で機械工学の学士号を得た。2004年にはフロリダ大学で 経営学習士を取得した。1977年に、ビラノバ大学で、アメリカ海兵隊に任命された。ビラノバ大学では、タウカッパイプシロンフラダニティに所属した。飛行学校を卒業すると、1980年から1983年まで、サウスカロライナ州のビューフォート海兵隊航空基地の、ベメフマイナス312飛行隊でかいマイナス4に乗った。 彼は、海 A-18 の艦隊導入のために、海兵隊本部に選ばれ、1983年から1986年まで、カリフォルニア州、エルトロ海兵隊航空基地の BMF-531 飛行隊に配属された。BMF-531 飛行隊での任務を行うとともに、マリーンウェポンズタクティクスインストラクターコースト、 アメリカ海軍戦闘機兵器学校にも通い、卒業した。1987年、メリーランド州パタクセントリバー海軍航空基地にある海軍テストパイロット学校を卒業し、宇宙飛行士プログラムへの応募について助言を受けた際、彼は指導中のテストパイロットであった。30の異なる機体で6000時間以上の飛行経験を持つ。1987年6月に、 NASA に選ばれ、1988年8月に宇宙飛行士となった。スペースシャトルの前輪ステアリングやブレーキ、タイヤ、パラシュートの改良を含む着陸及び減速用ハードウェアや着陸地に関するすべてに対し、宇宙飛行士室を代表したほか、シャトルアビオニクスインテグレーションラボラトリーに所属して、スペースシャトルの飛行制御ソフトウェアや、 アビオニクスプログラムの監督、点検、確認を行った。また、ケネディ宇宙センターで、スペースシャトルの試験、点検、準備を監督する宇宙飛行士支援チームを引き、ジョンソン宇宙センターの所長の特別補佐官を務め、また予算削減幅の最大化を可能とするため、スペースシャトルの安全を維持しながらの作業量の最小化を見積もった。NASA 本部では、 国際宇宙ステーションの要求、政治、またアメリカ合衆国議会や外国、産業界等外部とのコミュニケーションを担当した。1992年の STS-46、1994年の STS-62、1996年の STS-75 と3度の宇宙飛行を経験し、900時間以上を宇宙で過ごした。 1997年10月に海兵隊を引退し NASA を去った。それ以来、ファースト財団の理事長、ユナイテッドスペースアライアンスのアソシエイトプログラムマネージャー等を含む産業界の養殖を占め、現在はヤコブテクノロジーの副社長を務めている。STS-62 でコロンビアのフライトデッキにいるアレン STS-46 は、 スペースシャトルアトランティスによる8日間のミッションで欧州宇宙機関のユリカの展開と NASA とイタリア宇宙機関の共同プロジェクトであるテザー推進の実証が目的であった。1992年7月31日に打ち上げられ8月8日にケネディ宇宙センターに着陸した。191.3時間で330万マイル飛行し地球を126周した。 STS-62 は、スペースシャトルコロンビアによる14日間のミッションで、5人の乗組員が、材料科学、生物工学、先端技術、環境モニタリング等の幅広い実験を行った。主要ペイロードは、ユナイテッドステーツマイケローグラビティペイロード2と、オフィスオブエアロノーティクススペーステクノロジー2であった。年月日に打ち上げられ、 3月18日にケネディ宇宙センターに着陸した。335.3時間で580万マイル飛行し、地球を224周した。STS-75 は、スペースシャトルコロンビアによる16日間のミッションで、テザー推進実験の再実施と、アセンプ -3 の3度目の飛行が行われた。テザー推進実験は成功し、 テザーの発電能力が実証され、20.7km 先のゴールのすぐ手前、19.7km で、テザーが破壊されるまでに、テザーの電気力学とプラズマ物理学に関する多くの新情報が得られた。また、乗組委員は、医薬品、合金、半導体等の生産を改善するために使用される、アセンプマイナス3に関連する研究と、 燃焼実験を24時間体制で実施した。1996年2月22日に打ち上げられ、3月9日に着陸した。377時間40分で650万マイル飛行し、地球を2 5 2周した。ありがとうございます。